スケカワ解剖城は、日立国多が軍スケカワに、幕末に築かれた、日本の城である。日立沖に、異国船が頻繁に出没したことから、解剖目的に築城されたが、天狗島の乱の戦場となり消失した。城跡は、茨城県指定史跡、茨城百景。文化十三年、徳川やり信が、三戸藩八大藩主に就いた頃から、日立沖に、 イギリスの捕鯨船など異国船が頻繁に現れるようになり、解剖配備が行われた。文政12年に徳川成明が旧大藩主に就くと、さらに強化が図られ、天保3年に解剖係を設け、山野辺吉間に海防御用係を命じた。さらに天保7年に、助川に城を築き義官に1万国を与え解剖を、総時に認知居城させることとした。 本来一国一条例により、新たに城を築くことは禁じられていたため、佐竹時代の古城、盾沼間の修築として幕府に願い出て建造が認められた。天保の大基金などの影響により工事は遅延したが、同年12月に、議官は家臣247名を従えて入場した。築城工事は天保12年までかかった。不信金は4000両。 源氏元年4月、水戸藩の師藩である、獅子戸藩第八代藩主、松平頼範は、水戸藩第十代藩主、徳川義敦の命を受け、水戸票の騒乱の制圧に乗り出した際に、心ならずも、尊老上位派の天狗党と合流することになった。幕府は、同年6月に、筑波税追悼令を発出、頼範らは、 中港で砂漠派の諸政党と交戦になり、同年8月、スケカワ解剖城第三代上主山野辺義芸に来園状を送った。義芸はこれを受けて、水戸へ進軍したが、諸政党に水戸上入城を拒まれ、スケカワ解剖城に戻った。諸政党から報告を受けた幕府は、スケカワ解剖城へ討伐軍を送り、山野辺軍は応戦したが、同年9月に義芸は、 幕府軍に投降した。城に残った残党が抵抗を続けたが、最後には城に火を放って逃走し、助川解剖城は築城後わずか28年で、海人に返した。助川解剖城外洋賀鏡、助川の太平山の古城跡に建てられた。本丸の標高約110メートル、海岸までの直線距離、約2キロメートルであり、解剖を指揮するに公的地であった。 軍部業、山国喜八郎が設計監督にあたり、幕府に進達した設計書に記された建造物は、屋敷が前、土蔵、国蔵、長屋、表門、居宅入口門、作門、武器庫二棟、二階付縁券板書、宅に二階付物見、柵洗来。さらに、議官が養成官、鉄砲教練場などを設けて、城郭として整えた。なお、 ほとんどが天狗党の乱で失われてしまい、遺構として現存しているのは、本丸表門の祖先と鳩石のみである。現在、本丸跡は、城跡公園等、二の丸跡は、日立市鳩が、岡桜福祉センター等、三の丸跡は、日立総合病院、日立市立助川小学校等になっている。天保八年に、三戸の藩抗行,行動館に先立ち、 家臣の指定の教育のために解説された。やかたなは制度を治め養う意味で中国の益境に由来する。文武両道を教授したが、解剖上の性質上特に武器に重点が置かれた。ありがとうございます。